ょっとノートにまとめてみました。一人暮らしで最初に揃えるものリスト、これ IKEA で999円、キッチンの揃えるものリスト、銀色のボールより、あとは蓋がついてるタイプで、1階に飲食店が入っててちゃんとゴキブリ対策してたので、一度もゴキブリを見ることはなかったです。こんばんは、あかです。今回の動画はいつもとちょっと違うんですけど、一人暮らしをするので最初に揃えておいた方がいいものなんですかっていう質問をいただいていて、でその後にちょっとノートにまとめてみました。でインスタの方にもこれなんですけど、初めての一人暮らしで最初に揃えるものリストっていうのを作りました。横にスライドしてもらうと家電だったり家具だったりでまとめて必要なものを細かく書いているので、お買い物するときにこれを見てもらえれば分かりやすいかなっていう感じです。インスタをしていない人とかもいると思うので、この Vlog の方でも分かりやすく必要なものを紹介できればなと思います。早速必要な家電から、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、電気ケトル、ドライヤー、ヘアアイロン、炊飯器です。ヘアアイロンとかはもともと持っているものがあると思うので買い足す必要はないと思うんですけど、忘れないように一応書いています。でさらに必要であればテレビと照明とエアコンと Wi-Fi、 これは必要な人だけでいいと思うんですけど、私はテレビを最初に買ってたんですけど、途中でテレビいるかなって思ってた時期があって、テレビじゃなくても iPad とかパソコンとかプロジェクターとかがあるので、絶対に必要かっていうとそうでもないかなっていう感じもします。テレビが好きな人は必要だと思います。あと照明とかは、私はこういうスタンドライトを持ってるんですけど、スタンドライトは最初は買わなくてもいいかなって思います。後から追加購入でお気に入りのやつを選んで買った方がいいと思います。ただお部屋にもともと上についてある照明が、引っ越した時に最初からついてあるお部屋と買わないといけないお部屋があって、私の前のお家は照明器具がついてたんですけど、今のお家は照明がついてなかったので買い足しました。なのでそこは見ておいた方がいいと思います。あとエアコン、最近はエアコンはついてるお部屋の方が多いと思うんですけど、稀についてないお部屋とかもあるみたいで、その時は買わないといけないみたいです。あと Wi-Fi がもともとついてるマンションとそうでないマンションがあるので、 Wi-Fi がついてないお部屋だとこれも最初に契約が必要になるかなと思います。なんか家電とはちょっと関係ないんですけど、忘れないように記入しておきました。次が必要な家具です。必要な家具はカーテンとテーブルとベッドかお布団があれば大丈夫だと思います。カーテンは絶対にいるので、日に焼けたりとかやっぱり周りから丸見えになっちゃうので、カーテンは絶対最初に長さを測って買ってくることをおすすめします。あとはテーブルはご飯食べたりとか勉強したりとかできるように、最初のうちはこのローテーブル型のものでいいかなと思います。私が今使ってるこのテーブル、ただの四角いテーブルなんですけど、これ IKEA で999円で売っているので、なんかあんまりこだわりないとか好きなテーブル見つかるまでは安いのでいいかなっていう人はこれおすすめです。普通に白なのでどんなお部屋でも馴染むと思います。
とはベッドかお布団なんですけど、私はベッドを買うことをおすすめします。やっぱりお布団って毎日畳んだりとかしないといけないと思うので、そこに時間を取られてしまうっていうのと、やっぱり敷きっぱなしとかになるとカビが生えてしまうので、そういうちょっと楽しようかなって思うとベッドの方がいいかなと思います。次、キッチンの揃えるものリスト、これ結構細かく書いたのでインスタの方を見た方が分かりやすいとは思うんですけど、洗剤、スポンジ、まな板、包丁、調理器具、耐熱ボール、ザル、保存容器、タッパーとか、お箸、スプーン、フォーク、食器類、鍋、フライパン類と排水ネット、ラップ、アルミホイル、ビニール袋、ゴミ袋です。私がやらない方が良かったなって思ったのが、同じ食器を2枚ずつ買うこと。2人でご飯食べるとか誰か来た時にとかは便利は便利なんですけど、やっぱり食器が好きだからいろんな食器を欲しいのに2枚ずつ同じものがあると買い足すのもかさばっちゃうって思ってしまって、なので食器はお気に入りのものを1枚ずつ買った方がいいかなっていう感じがしました。あとは耐熱ボールなんですけど、銀色のボールよりも耐熱のガラスのボールの方がおすすめです。電子レンジにも入れられるので、こっちの方が使い勝手がいいかなっていう感じがします。で、次がトイレ、お風呂で揃えるもの、トイレットペーパー、使い捨て手袋、お掃除グッズ、洗面台のゴミガード、生理用品、トイレスリッパ、髪取りシート、歯ブラシ、歯磨き粉、洗顔、ハンドソープ、シャンプー、トリートメント、ボディーソープ、ボディータオル、タオル、掃除用スポンジ、バスマットです。洗面台の排水口のところにゴミガードっていうダイソーで売ってるものをつけるとゴミがキャッチできるので、それを今使っています。排水口とかは。紙取りシートはお風呂の排水口のところにシートを貼って髪の毛をキャッチしてくれる、もう使い捨てのシートみたいな感じです。あとバスマットなんですけど、バスマットいらないっていう人もいるんですけど、私はバスマットは買っておいた方がいいと思いました。ニトリとかで売ってるちょっと分厚めの生地のタオルみたいなのがあるみたいで、それをバスマットとして使うと洗濯もしやすいので、衛生面ではそういったのがいいかなと思います。ちなみに私が使ってるバスマットは IKEA のちょっとモコモコしたやつなんですけど、それも週に1回ぐらい洗濯を、それだけで洗濯をしているので、そういう手間を考えるとニトリのタオル型とかの方が簡単に毎日洗濯できるのでいいかなとは思いました。あとその他揃えるものリストで、ティッシュ、ウェットティッシュ、ゴミ箱、部屋用とキッチン用、クイックルワイパー、クイックルワイパーシート、ホコリ取りフィルター、クイックルハンディ、コロコロ、延長コード、ご期待作グッズ、ヘアケア用品、スキンケア用品、メイク用品、鏡、ヘア用スリッパ、毛布、洗濯ネット、洗濯かご、洗濯洗剤、柔軟剤、ハンガー、物干し竿、ピンチハンガーです。これは結局全部必要になるので、最初に全部買っちゃって大丈夫だと思います。ゴミ箱は部屋用とキッチン用に分けて必要なんですけど、蓋がついてるタイプを買った方がいいと思います。私が今使ってるゴミ箱が、この無印で購入したゴミ箱です。蓋がついているので、匂いとかも出なくておすすめです。あと掃除機は最初いらないと思います。様子見て買った方がいいかもしれないです。一人暮らしの部屋ってそんなに広くないと思うので、掃除機の代わりにクイックルワイパーとかクイックルハンディとコロコロがあれば、
割と十分掃除はできるかなっていう感じがします。あとはホコリ取りフィルター、一人暮らし始めるっていう人は知ってると思うんですけど、キッチンの換気扇のところにホコリ取りフィルター貼って、お風呂の換気扇のところに貼って、トイレのところに貼ってっていう感じで、すごいホコリが入ってきちゃうので、フィルターは絶対につけた方がいいと思います。あとはゴキ対策グッズ、私ゴキブリがすごい嫌いなので、絶対にお部屋にゴキブリが発生しないように対策をしています。ここに引っ越す前のお部屋とかが結構築年数が古くて、で1階に飲食店が入ってて、もう絶対ゴキブリ発生するやろみたいなとこだったんですけど、2年半ぐらい住んでてもちゃんとゴキブリ対策してたので、一度もゴキブリを見ることはなかったです。対策っていうのが、ゴキブリが食べたら死んじゃうみたいな黒いお菓子っていうのかな、なんか隅っこに置くやつとかを置いてたのと、1ヶ月に1回こうゴキブリが来ないスプレーみたいなのを網戸とか玄関とか外とつながってるところに振ってました。そしたらそこをゴキブリが通れないらしくて、通ったら死んじゃうみたいな、ちょっとなんか怪しい猛毒チックなやつなんですけど、それのおかげで多分来ないのかなっていう感じはします。あとは忘れがちなんですけど、部屋用スリッパは絶対に買ってください。足寒いと思います、朝起きた時に。最後に、私なりにこう最初は買わない方がいいなって思ったものをまとめてるんですけど、デスク、チェア、収納棚、ラグ、スタンドライト、ソファ、加湿器、除湿器、空気清浄機、掃除機ちょっとアイロンって書きたかったのにアイラインって書いてる。ここアイロンです。なんでアイラインって書いたんだろう。あと同じような食器、さっきも言ったんですけど、食器は2枚ずつ買う必要はないです。最初にデスクとチェアなんですけど、部屋の大部分を占めてしまうので、最初は買わない方がいいと思います。あと様子を見て、やっぱり欲しいなって思うものと出会った時に購入した方がいいと思います。あとは収納棚ですね。収納棚って最初に買いがちなんですけど、買ってしまうと必要ないものとかを無駄に買ってしまうっていうことが起きてしまうので、備え付けのものがある中に入れて、それでも収まらなかったら買うとか、その方がいいんじゃないかなっていう風に思いました。で次がソファーも、かなりの範囲を取ってしまうので、ベッドがあるならばソファーはいらないかなっていう感じがします。どうしてもソファーが欲しかったら、デスクとチェアはなしでソファーを購入するっていう感じになるかと思います。一応ざっくり以上です。ちょっとでも参考になれればいいなと思って、ちょっと動画を撮ってみました。一人暮らしすごく楽しいので、これから一人暮らしする人もぜひ楽しんでください。バイバーイ。